みやちん、みやちん、デラックス、袋の旅。全然バラバラじゃないですか。バラバラです。すいませんでした。皆さん、こんにちは。こんにちは。今日から始まりました。みやちん、デラックス、袋の旅という番組でございます。まだ慣れないので、数々お見苦しいところがあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。50分お付き合いください。はい。それではですね、この番組は、どんな番組かと言いますと、なんと、観光番組なんですね、はい、で今ゲロ浅草九十九里の観光情報とかですね、あと伊勢や、宮崎小樽などいろんな観光情報を皆さんたちにお伝えしていきたいと思います。まずはですね、この番組、メインパーソナリティは私ミヤちゃんとチンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ミヤちゃんチンで聞いて分かったと思うんですけど、そのおかげでミヤチンデラックスという番組名なんですね。はい、はい、チンさんどうですか、今日初めて。緊張してます。緊張してるように見えませんけど。はい、どうでしょう。はい、でもこのお部屋もね、今日のコロナ感染に向けてですね、しっかり予防してあります。どんなところ予防してありました、チンさん。ちゃんとした機械が、どこ、ごめんなさい。ごめんなさい。機械がございまして、はい、殺菌できるようになっています。まあ、見えるんでしょうか、はい、見えないですね。ごめんなさいね。マスクもみんなちゃんとしてありますし、はい、で、アクリル板も設置してあります。ご安心ください。はい、ご安心ください。ちゃんとしてます。はい。ということで、この番組、最初、ちょっと出だしがしちゃかめかっちゃかなんですけども、今日は本当にですね、新しい番組ということで、すごく緊張してるんですけども、皆さんたち、ひしひし分かってくださいますでしょうか。はい、伝わってないでしょうね。でも、今後ですね、毎週毎週、皆さんたちが楽しんでいただけるように、私とちんちゃんで頑張っていきたいと思います。頑張ります。はい。ということでですね、今日のゲストさんなんですけども、真ん中にちょっとさっきから皆さん何なんだろうと思っている方が座っていると思うんですけども、私たちの仲間なんですね。今日のゲストはなんと中田優斗さんっていう、皆さんの知らない方なんですけども、今からですね、中田優斗さんの活動とかですね、このみやちんデラックス袋の旅の、番組について、なぜこの番組を皆さんにお伝えするかということで、いろいろお話聞いていただきたいと思います。すいませんね、バックが斜めになりまして。はい、中田さんどうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。めちゃくちゃ外しましょうか。外しましょうね。ごめんなさいね、はい、ちょっと嬉しいので。はい、申し訳ございません。第1回目のトラブルです。今回何回トラブルが出るでしょうか。申し訳ありません。それでは中田優斗さん、よろしくお願いいたします。はい、中田です。よろしくお願いいたします。今回はですね、フクロウグループとして登場させていただいておりますので、なんか進行していただく宮田さんと、宮ちゃんとですね、陳さんにいろいろお世話になって、いろいろ宣伝ができればと思っております。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、中田さんのこの今日のですね、このフクロウの旅という意味で、このフクロウ屋グループという観光グループは私たちは仲間で動いてるんですけども、その趣旨とですね、説明をよろしくお願いいたします。はい、わかりました。我々社団法人アールっていう名前で活動してるんですけれども、観光地に対してですね、こういうバッジをつけてですね、やってます。はい、これですね。そうです、観光地の資源をしっかり活かしましょうということで、観光地をファンクラブのような形にしようという活動してます。特にですね、すごいいろんな資源がある観光地に、例えば浅草とか九十九里とかゲロっていうところが今代表的なところなんですけど、そこに対してですね、経営資源としていろんな人が集まってくるよっていうことを、観光業で行ってるんですけど、そこの観光客をみんなでシェアしていこうというのがアールズの考え方なんですね。で、特にプロバスケットチーム 3on3 のですね、プロバスケットチームを保有して今後活動していこうというふうに思ってますので、バスケットチームを持っているファンクラブのようなものっていうところが分かりやすいなとい
いうことになるので、観光地に対してスポンサーするっていうとよくわかんないよねって言われるんですけど、そうですね、スポーツチームにスポンサーができるよというような話で、スポーツチームとですね、観光地っていうものをつなげて、そういう輪を作っていこうというような活動を今しております。なかなか画期的ですよね。そうなんです、うん、なんか珍しいやり方です ね、はい、なかなかないなというふうに思います、うん、通常スポーツチームのファンクラブとかだと、うん、ファンクラブスポンサードだとですね、やっぱり広告を出すだけになってしまうんですけど、うん、こういうですね、観光地にスポンサーするっていうふうになるとですね、観光地にいるなんていろんな会社が、まあ、集まって、うん、そこの観光資源をですね、まあ、会社としていろんな事業やってこうねってコラボレーションしていくみたいなイメージになるので、そこにいる事業者さんたちにですね、いろいろスポンサーした人たちがこう恩恵を受けられると、このスポンサーさん素敵ってなるわけですね。いいね。そうなんですよ。なので直接顔が見えるっていうのが一番分かりやすいポイントかなというふうに思います。やっぱイメージがいいですよね、スポーツの応援をするっていうことは。そうですね、それがいろんな観光地の方が応援できるってことは、なんか天になんかすごく遠くにいる感じがしたんですけども、近くにプロスポーツチームを応援できるって、なんか皆さんイメージ良くないですか。ね、うん、いいですよね。ぜひ皆さんこのラジオを聞いていただいたらですね、ご興味がありましたらぜひご連絡いただきたいですね。みんなで盛り上げていきましょう、全国の皆さんで盛り上げていただきたいと思います、はい、じゃあ中田さんはその中でどんな役割をやってらっしゃるんですか。はい、私はですね、会社としても事業計画書を書くっていう仕事をしてますので、今回のですね、観光案内所っていうところだったり、観光地を盛り上げましょうっていうところに対しても事業計画書を作っていくというようなサポートをしております、各地のですね、例えば九十九里であったら、九十九里のビーチサッカーを作ろうとか、そういった企画を作って事業計画書にして、国であるとか行政に提出して補助金を得るというような流れを作ってます、これすごい大事ですよ ね、 ね、今のこの世の中なかなか行政から予算を組んでいただくってことは難しいと思うんですけども、この中田さんの役割のこの補助金っていうのは、はい、もう皆さん嬉しい話ですよね。本当に助かりますね、はい、今までの実績としてはどんなところがありますか。そうですね、観光地としてまだグループで何か申請するってことはないんですけど、地方のお客様でその事業をやるのに広告宣伝費で使いたいよっていうお客さんもですね、補助金を取得したりとか、何かシステムを開発しますよっていうことではお手伝いをさせていただいてます。システム開発も素晴らしいですよね。そうですね、なかなかできないですよね、やっぱシステムを開発したい会社さんいっぱいいらっしゃいますよね。そうですね、便利にしたいっていう気持ちいっぱいありますよね。本当に素晴らしいお仕事されてますよね。ありがとうございます。ところでですね、ちょっと個人的なお話も聞いていきたいんですけども、はい、何か最近お祝い事があったと先ほどちょっとちらっと聞きしたんですけど、ね、イキイキしてますね。そうなんですよ、実は最近ですね結婚式をしまして、それはすごい。そうなんです、1月16日ですね、入籍して、で6月15日に結婚式を石の教会だけできたんですよ、はい、石の教会というのは軽井沢ですね。そうです、軽井沢で。おしゃれですよね。憧れですよね。そうなんです。行きたかったな。本当です。もう一回やります？いいね。でもね、ドリアさん何回でも来たいですよね。本当ですね。じゃあそれは奥様と今ご新居で。そうなんです。新居で。もともと自宅のある場所をリフォームして、はい、ぜひ招待していただきたいですよね。もういくらでもお越しいただけ、ね、こういうので現地取られるんですか俺、みんな来てくださいよみたいな話をするんですね。あ、なるほど、ぜひぜひお越しいただいて、はい、それはお祝い事があるって嬉しいですよ ね、 ね、本当ですね。いつもこれからですね、ゲストさんに曲を、音楽を選んでいただくっていうのがこの番組のシステムでして、せっかくですねお祝い事があったので中田さんの方にぜひ音楽を選んでいただきたいんですが。なるほど、はい、じゃあお祝いの曲にしなきゃいけないですね。はい、そうですね。結婚式っていうものは、こういうご時世なんでできてないんですけど、はいはい、結婚式用のですね曲を、こういう流したいなって思ってるものがあるので、はい、それを流せたらなというふうに思ってます。あ、お願いします、はい、じゃあ楽しみです。そうですね、曲名はマリーユーっていう曲で、ブルーノマズさんが歌ってる曲なんですけど、はい、ぜひですね結婚式で使えたらなというふうに思ってますんで、はい、聞いていただけたらと思います。それではよろしくお願いいたします。お願いします。
ございました。皆さん今日の曲聞いていかがでしたか。今の曲結婚したいですね。結婚したいって言ったじゃないですか。結婚したんです。ねえ、ちいさん。結婚でいいですね。お二人は独身なんでしょうっけ。独身です。独身です。独身です。まだチャンスがあるわけですね。やった。いや、どうでしょうか。チャンスがありますでしょうか。はい。ということで引き続きお聞きしたいんですけども、はい、あのまずですね、中田さんが最近行った観光地で、あ、ここが良かったなと思うとこありますか。最近行った観光地で良かったのは、はい、鳥羽が良かったですね。エクセル鳥羽にあの宮田先生のですね、お力で、はい、お止めさせていただいて、あの銅像が飾ってましたね、宮田さん、宮ちゃんの銅像が、すごいですね、温泉プロデュースしたっていうところ、さすがです。すごいなんかあのギリシャみたいな彫刻のあるようなお風呂で、すごい豪華なところだったんですよ。先生、そんなあの
エクシブトバですね。あ、そうです、エクシブですね、はい、いいね、あそこのホテル良かったですよね。良かったです、お料理、そう、あの近所の居酒屋さんにお料理食べに行ったんですけど美味しかったですよね。美味しかったですね。あそこ宮本先生のね、うん、面白いですね。あ、宮ちゃんのね、あ、宮ちゃんの、宮ちゃんのね、はい、はい、宮ちゃんのお友達の料理屋さんだったんです。また行きたいですね。またあの料理屋さんもですね、なんとゲロの旅館の板長さんをしてた方が、だからですね、独立されたんです。さすがです、さすがですよね、うん、やっぱ観光地に行って何がいいかっていうと美味しいものが食べれることですよね。そりゃそうですね。そして温泉ですよね。そうなんです、ね、そして他に何がありますかね。まああとはレジャーとかアクティビティみたいなのがいいですよね。あとドアは何だって海がありますよね。そうですね、やっぱ海があるところって素敵ですよね。ね、本当に私山の中に育ってるので海がすごくね、あの憧れなんですよ、ね、でも山の中もとってもいいんですよ。ですけどやっぱないものねだりで海って私いつも行くとね、あのなんかアクティブな気持ちになっていいんですけども、中田さんはどうですか、海は。そうですね、僕もあんまり海に行ってたわけじゃないんで、東京生まれで秋田育ちなんで、あんまり海って馴染みはないですね。山も逆にないんですよ。あ、平地で。そうなんです、ずっと平地なんで都会っ子なんですね、実は都会っ子なんですよ。あ、すごいですね。海っていうとね、九十九里に海ありますよね。そうですね、九十九里はもう本当にあの荒々しい素晴らしい男っぽい海ですよね。ね、太平洋ですよね。太平洋、はい、多分みんな色が黒いんですよね、うん、はい、まあ、やんちゃな感じの、ね、そんなイメージですよ ね、 いいですね。ね、そうですよね。そういえば、うん、あのアウルズで主催した、うん、あのイベントって九十九里であったんですね。ね、そうですよね。ね、それいつやりましたか。この前やりましたよね。はい。先週でしたっけ。先週ですよね。はい、先週の土曜日。あれは大盛況でしたね。大盛況でした、ね。またあのその時のね様子を皆さん来週ですね動画でお見せしたいと思ってるんですけども、美味しいものいっぱいありましたよね。海って美味しいものいっぱいあるんですよね。海の幸。海の幸。まずすごいのは岩牡蠣でしたね。最高でした。そしてなんとマグロの解体ショーがありました。素晴らしかったです。そのショーはまたどっかで見れるんですよね。見れますよね。え、 YouTube、 はい、動画にしていただけるんですね、うん、はい、そうですね。またその辺の情報もですね、皆さんおいおいですねこの番組をご紹介していきますので、今日はねちょっとお話だけ聞いていただいて空想ちょっと想像してみてください。もうそうですね、すごくマグロが美味しかったんです。また次回はですね浅草でもマグロの解体ショーをやりますので、またその情報も後日皆さんの方にお伝えしますので楽しみにしてください。楽しみですね、はい、じゃあそのまま中田さんの、楽しかった観光地の思い出にまた戻していきたいと思いますけども、はい、あとはどんなとこに行かれました。その他はですね、あとゲロにも行きましたね。あ、ゲロですね。ゲロ温泉、はい、いいですね。美肌温泉、美肌温泉でしたね。本当に美肌になって、ね、やっぱ足湯が何個もあるっていうのも良かったですね、うん、足湯はね7個あるんですね。あ、そうなんですか、うん、7個もあるんですね。そうなんです、皆さんあの足湯ってあんまりピンとこない方いらっしゃると思うんですけど、とっても体にいい最高な入浴方法ってご存知ですか。え、どんな方法ですか。まずですね、ポッケの中にね足を入れるんですよ。足を入れるんですか。あの温泉の中に足入れるとねすごく健康になるんです。楽しみ。そうなんです、やってみたいですね。で、まずですね30分入れるんですね、足湯って。30分も。30分だけなんですか。30分入れるってことです。例えば皆さん全身浴って5分も入ってられないですよね。シーズンに2つありますから。そうですよね。でも30分足に浸かれるってことは代謝が良くなるんですよ。だからねゲロの温泉には7箇所も足湯があって、ね、7箇所全部浸からなくてもいいんですけども、疲れが取れるのと、うん、少しでもね足をやっていただきますと観光がゆっくりできるのでというおもてなしの意味もあるんです。そうなんですか、はい、すごい。またおいおいお風呂の入り方、温泉の利用の仕方を皆さんにもこれもまたお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。さすがですね。さすがです、ぜひお願いします。私もあのみやちゃんの入浴剤使ってるんで、だから綺麗ですね。そうなんです、さすがです。中田さん、はい、色白ですね。そうなんですよ、やっぱり、ね、毎日お風呂に入って、入浴剤を使ってですか。そうです、はい、実はですね先ほどから入浴剤って言葉が出てるんですが、私がですね温泉専門家でしてね、入浴剤をゲロの
温泉のアルカリ性単純泉っていう元と、熱海とか白浜の塩化物泉っていう温泉の元と2種類ね作ってるんです。で特にアルカリ性の方はですね、美肌効果が高く、そして塩化物泉の方は血管の拡張がされて体の代謝が良くなるんです。え、ちょっと私今日ファンデーション塗ってないんですけど、すごい綺麗、はい、すごいですね。なんか後ろの白い壁と同化してませんか？ちょっと今、ね、輝いてますよ。そうなんですよ。もうすっごく綺麗。もう今年還暦なんです。あ、もう還暦ですか？それ言っていいんですか？半年経っちゃいました。それ言っていいんですか？はい。言っちゃいました。今日初めての番組なので言っちゃいましたけど、還暦なんですけど、すごいですね。やはりね、女性ってお肌大事ですよね。大事ですね。お肌が綺麗だから化粧品も派手ますよね。その通り。今ね、あのお肌を綺麗にするっていう、やっぱり皆さん意識が高いそうなんです。もちろんそうでしょうね。その中に、はい、温泉に入るってことも美容法の一つなので、これもまた皆さんにおいおいお伝えしていきたいと思いますので、楽しみにしてください。コロナになったからやっぱり入浴剤とかもね、結構売れてて、化粧水に使ってる入浴剤みたいな話が言うんですね。そうなんですね。うちの入浴剤はね、化粧水に入っていると言っても過言ではありません。この前行政書士の先生がそれでもいいって言ってました、話してましたもんね。あの珍しいあの入浴剤でですね、普通の入浴剤とちょっと違うんです。どう違うんでしょう。またそれもおいおいお話ししたいと思います。早く聞きたい。小出しに早く聞きたいですね。皆さん聞きたかったら来週も再来週も聞いてくださいね、ぜひ。いや早く綺麗になりたいから。ね、チンさんもねお肌綺麗で、ね。いや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 。ね、でも使ってみたいです。はい。ぜひぜひ。また詳しく教えてください。はい、またおいおいお話しさせていただきますね。ということで中田さんはやっぱりゲロと最近鳥羽に行かれて、はい、あとは今後どっかに行く予定はありますか？今後ですね、北海道小樽に行くっていう予定がこの前入って、はいはい、あと沖縄にもちょっと仕事で行かなきゃいけないと。沖縄はどちらに行くんですか？沖縄はですね、あの南の方に南の方に行かなきゃいけないんですけど、南の方と沖縄の南の方と言いますと、はい、沖縄ちょっと僕あんま地名とかよく分からないんですけど、はい、ちょっと深く聞いたのは間違いでしたね。申し訳ないですね。はい、小樽、はい、の方も今後ね、なんかこのフクロウ観光グループとして活動していくんですか？そうですね、小樽の方とか、うん、千歳の方とかですね、はい、なんか美味しいものいっぱいあるとこですね、小樽も千歳も。そうなんですよね、楽しみですね。小樽だとどんなものがあるんでしょうかね。はい、ホタルだとルタオとかしか知らないですね。ルタオっていうのは、ルタオってなんかチョコレートとかデザートですよね。あ、はい、有名ですよね。有名ですよね。スイーツですね。スイーツ女子大好きですよね。ね、甘いものね、目がないから。今の浅草もスイーツの店いっぱいできてますよね。そうですね。ホタルは何がいいんですかね。ウイスキー。あー、ウイスキー、ね、海のものとウイスキー。夜市のね、あ、そうですね、有名ですよね。有名ですよね。はい。じゃあそれはそのウイスキー好きが集まる町なんですか？そうですね、ウイスキー、行くときにぜひ、ぜひ飲んでみたいですね。朝ドラやってましたからね。あ、そうですね、それ有名になったんですよね。そう、もともと有名。今本当ハイボール人気ですもんね。そうですよね、やっぱりその美味しいものと景色とやっぱり海山があるから旅行って行きたいですよね。ね、旅行でいいものですね。今後の袋観光グループでですね、どん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 観光地が増えていく予定なんですよね。そうです。どん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 増えてきます。あと最近一緒に伊勢にも行きましたよね。はい、伊勢にも行かせていただきました。うん、伊勢はやはり皆さん有名な伊勢神宮があるんですけども、私も年に1回必ずお参りに行ってるんですけど、やっぱり伊勢神宮のこの神々しい素晴らしい場所でしたね。素敵でしたね。ですね。あの伊豆川に飛び込みたいぐらいですよね、綺麗で。そうですね。はしゃいで飛び込んでた人いましたよね。いました。いましたいました。もう足までしか入れないって言ってましたけど。私一回ですね、伊豆川でね、みそぎをしたことあるんです。2年ぐらい前に。で6月の夜中でした。もう寒くて寒くて、でもですね、やはりね感動しましたね。もう肩まで入った時点で感動して。
涙と鼻水がぶっと出ちゃいました。感動的ですね。特別な思い出ですね。あとね、ホタルが綺麗で、そういった経験があるので、伊豆川っていうのはね、いろいろ思いがあるんですね。伊豆川でみんないろんな煩悩を流して一瞬伊豆川が汚れるそうですそうなんです皆さんの煩悩で汚れるそうです。そしてその煩悩が一瞬のうちになくなっていくっていう話も聞いたんですけども、中澤さんも一回みそぎいかがですか、ね、そうですね、煩悩を振り払った方がいいですね。煩悩特にね、一緒に行きましょう。そしてみんなで行かなきゃいけないですね。そうですね、そうするときっと今年いいこといっぱいあるかもしれません。そうですね。じゃあ中田さん、今年結婚式もあって、はい、鳥羽も行って、ゲロも行って、伊勢に行って、そうですね、なんかラッキーな年じゃないですか。そうです、かなりラッキーな年なんですよね。今年はいい年だったんですかね。多分去年ぐらいからいい年なんですよ。あ、去年から。そうなんですよ。じゃあここどん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 お仕事伸びていく状況ですよね。そうですね、そうなっていただけると嬉しいですね。いいですね、ちんさん今年いい年ですか。まあいいんじゃないですか、皆さんと一緒に番組できるぐらいだから間違いないですよ。ちんさんが言うとなんか楽しそうで、何をかも幸せでいいですよね。そう言っていただければ、ね、嬉しいんです。ところでなんか素敵なバチをつけていらっしゃいますか。これはどういう意味なんですか。はい、これはですね、アウルズっていう、まあ、ロゴにもなってるようですね。ここにも書いてありますね、バスケットボールチームのロゴになってます。見ますか皆さん。はい、今後このチームのキャラクターも含めて、バスケットボールチームとして運営シフトというところのオールズって、アウルズっていう名前ですね。あ、もうできてるんですか、チーム。バスケットボールチームは、ね、これからなんです。あ、はい、楽しみですね。まだ今のところメンバーはですね、監督1名という状態になってます。監督1名でメンバーがいないという、はい、メンバーいないという状態ですね。監督もね、顔見てみたいですね、はい、そうですね。そのスポーツの場合は何でもいいんですか、はい、スポーツの場合はフクロウエアとして集まっていただくのはもうどのチームでもどんなものでもいいと思ってますんで、皆さんぜひ自分のチームで応援していただきたいなと思う方がいらっしゃいましたらご連絡ください。はい、ぜひお願いします。女性のチームでも男性のチームでもいいんですよね。そうですね、どのチームでも、なんか女性のチームを応援したいですね。私とチンさんとしたらね、ね、そうですよね、華やかですよね。はい、そうですね、ぜひ女性のチームがあれば、ね、募集中です。はい、ね、はい、私たち個人的な意見で女性チーム応援します。いいね、はい、はいはい、まあ、バスケットでもいいですし、サッカーでもいいですし、ビーチバレーとかね、ビーチサッカーとかね、ビーチサッカーとか、はい、なんか楽しそうですね。メンバー募集中ですよね。はい、はい、中田さん自身は運動は何をされてたんですか。僕はもともとラグビーとかアメフトとかをやってました、ね。まあ、すごいかっこいいですね。なんか雰囲気的にはなんか帰宅部で読書してたみたいに言えるんですけど。はい、帰宅部で読書したかったんですね、はい、趣味は将棋みたいな感じなんですごい趣味達成 でアメフトとかラグビーで、はい、そのポジションは何だったんですか。アメフトは後ろ向きに走る人でしたね。あ、パスを守る人でした。でも出場かなんか出たとかって。そうですね、キャプテンやってましたね、ラグビー部とか。それはまたすごいですね、キャプテン。そんなにね、大きいチームじゃなかった。成績はどうでした。成績も2部の、入れ替え戦、下の入れ替え戦に行ったっていう、ほら、変なこと言うからっていうような状況ぐらいのね、レベルの低さでしたね。まあ、でも今もうやってらっしゃらないんですか。そうです、もう運動は全然やってないですね。じゃあ中田さん自身も一緒にやると良くないですか、コーチとして。コーチとして、ね、じゃあ監督1名コーチ1名で。そうで、いいですね。まあ、今やっと決まりました、コーチと監督2名がもう一番必要な選手がいないんです。皆さんどう思います。はい、メンバー募集中です。よろしくお願いします。お願いします。何とも言いますがメンバー募集中でございます。メンバーの募集は別に大丈夫ですけどねチームの募集ですね、チームの募集です。チームとでも次回ぜひね、キャプテンも紹介してほしいですね。そうですね、はい、ね、メンバーが決まったらぜひぜひここでも公表させていただければと思います。ね、はい、はい、じゃあそろそろですね、中野さんに2曲目を選んでいただきたいんですが、はい、まあ、2曲目はですね、こう楽しんでいくっていう曲で選曲させていただいてますので、はい、聴いていただければと思います、はい、ランナウェイ、ランナウェイベイビーって、まあ、さっきのランナウェイベイビー、はい、ブルノーマーズさんと同じ人が歌ってますんで、はい、ぜひ聴いてみてください。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, I never stay. I never stay. So
I love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I play, when I play, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run. いけましたか。はい、いい曲ですね。元気になりそう。なんかこの曲に思い入れがあるんですか。特にやるわけじゃないんです。すいません。楽しいなと思って選曲しました。楽しかったから、はい、楽しかった。確かに。はい。はい、なんかやっぱり楽しい曲聞くとウキウキしますもんね。そうですね。やっぱり皆さんそれぞれ好きな音楽があると思うので、これが毎週ですね、ゲストさんのね、思い出のある曲とかどんどん流していきたいと思います。はい、まだ中田さんあと1曲残ってますので、ご準備よろしくお願いいたします。はい、わかりました。心の準備を、はい、はい、楽しみです。はい、ということでまたちょっとね、観光の話に戻していきたいと思うんですけども、今伊勢、そしてゲロ、九十九里して、トバと出たんですけども、その他に何かありますか。楽しかった思い出。楽しかった思い出で行ってみたいなっていうのは、うん、僕チンさんとやっぱり中国に行ってみたいなっていうのはあるんですよ、ね、ぜひぜひ、一緒に行きましょう。チンさん、中国のどこ出身でした。はい、私吉林省の出身なんですよ。吉林省、はい、何がすごい有名なんですかね。特にこれと言ったものがないんですけどもでも風光明媚でぜひ、うん、お連れしたいですね、うん、一緒に行きましょう。ね、中国の風景って本当に風光明媚という言葉がぴったりで、そうですね、雄大で自然ですよね。そうなんですよ、はい、私もケイリーも行ってみたいんですよね。あ、ケイリーも間違いないですね、うん、はい、場所、位置的には北なんですか南なんですか。南あたりになるんですけども、はい、素敵ですね、はい、なんか美味しいものはあるんですか。あります。美味しいものは何があります。ケイリンクタリーをして、なんか揚げエビとかいろいろあるんですけども、はい、地元の田舎料理が美味しいんですね、はい、口では言えないんですけども、ぜひ食べに行きましょう。あ、はい、もう早くね、行きたいですね、海外に。ね、そうですね、なかなかしばらく行けないんです ね、 ね、 だからこそ日本で観光しましょうってことですよね。そうですね、小さな中国は大事な時に取っときまして、はい、やっぱり日本の観光地今回るちょうどいいタイミングかもしれませんね。そうです、その通りです。皆さんそれぞれ好きなところあると思いますが、はい、あとどこあります、中田さん。僕は嫁が越後湯沢の方の出身なので、新潟もいいな。酒どころですね。そうなんです。すごい、じゃあ日本食さん結構飲まれるんじゃないですか。結構飲んでますね。うん、何がお好きなんですかね。まあ、好きなのはビールって言ってますけど、やっぱり八海山がね。あ、八海山有名ですよね、はい、有名ですよね、日本酒ですよね、はい、そうなんですよね。あと隠れっていうところの醸造所はですね、隠れ隠れ隠れ鶴の年齢の霊って書いて隠れっていうのもあるんですけど、八海山で雪で日本酒を醸造するっていうふうに聞いてるんですか、ね、そんな話を聞いたことあります。ね、実際見たことないんで、ぜひ ね、みんなで 見に行きましょう。日本酒のお風呂に使ってみたいなって、はい、ね、本当ですよ ね、 日本酒っていうとお米が良くないとできないみたいですね。良、ね、くないとね。でも新潟のお米って、そうなんですよ、すごいいいんですよね。南魚沼産コシヒカリを、うん、嫁の実家でも作っててですね、
なんていう名前でしたっけ。甘泉っていう、はい、商品なんですね。ぜひ食べてみたいですね、はい、ぜひぜひあの、はい、召し上がっていただければ、はい、うちの奥さんが喜ぶと思います。奥さんだけ喜ぶと思います。すごいですね。どうやってあの注文するんでしょうか。あの甘泉って調べていただくとあの、うん、ここに書いてます。今多分ねこの辺に出してもらえると思うので、はい、よかった。ちょっとあのちょっと準備できてないみたいなので、ね、はい、ご連絡ください。そうです、甘泉って画像を見ていただければ、そのやつですね。よかったです、はい、あのネットショップで買える。下に写ってる女性が奥様ですか。どうでしょう、違う気がするな。うん、違いますね。ああ、はい、あの顔出ました。多分あのウェブで全てとかにしてもらえれば一番上に出てくると思います。あのそうですね、一輪車を押してるのは嫁ですね。綺麗な方です ね、 ね、はい、いやすごいですね。はい、ぜひあのお揃いでまた違う番組にても出ていただいて、ね、あの、はい、いつかここにゲストで呼んでいただければ、はい、そうですね、楽しんでお話ししていただけるんじゃないでしょうか。酒どころ米どころの話聞きたいですね。はい、ね、なんか新婚さんいらっしゃいみたいになっちゃいましたけど。そうですね、はい、番組が新婚さんになったり、ね、いろんなエピソードを語ってもらわないといけないですね。本当ですね。すごい揉めたとか、ね、殴り合いの喧嘩したとか、はい、そうですね。そんな喧嘩してないんだよな。新婚さんですからね。はい、新婚なんでね、なかなか喧嘩しないですよね。そうなんですか。はい、一回だけ喧嘩しました、ね、タバコ吸ってたら二度と吸うなよって言って。でタバコやめたんですか。やめましたよ。うわー、おめでとうございます。すごいですね。やめましたよ。愛は勝つ、愛は勝つです。そうですね、はい、愛は勝つ。愛が大事ですよね。愛が大事ですね。はい、でもね、僕様はその健康のことを考えてきっとやめてもらいたかったと思うんですよ。そうなんでしょうね、きっとね、はい、うん、そういうことです。そういうことです。はい、そういうことです。はい、はい、だ奥さんがタバコが嫌いだからやめさせたってことですかね。まあ両方じゃないですかね。はい、でも素晴らしい。中田さんヘビースモーカーでしたよね。そんなじゃないですか。ヘビースモーカーってことじゃないですよ。そうですか。だって1箱も吸わないですよ。あ、そうだったんですか。はい、だっては簡単にやめれますね。そうです、もう簡単に、もう今は全然なくても大丈夫なんで。もう途中で振るったりしませんか、体は。もう全然まだ大丈夫ですね、うん、でやめて1ヶ月ちょっと経ちますけど。全然ですか。全然ですね。奥様は見てるから多分言えないでしょうね。そうなんですよ、知ってても言えないんですよ。じゃあそういう話やめましょうか。今日だから中田さんをどんどんクローズアップしてますけど、はい、でも中田さん今じゃあの趣味としては何かあるんですか。趣味としては、まあ、仕事が趣味みたいなものなんで、あんまり何かやってるかっていうとそうでもないですけど、漫画読んだりゲームをしたりとかっていうのをその息抜きでやって、頭をリフレッシュしてるってところはありますね。私はね漫画好きなんですよ。あ、そうなんです、ね、歴史ものの漫画がいいね。戦国武将が好きで。あ、いいですね。私の出身の岐阜県って言いますと織田信長ですからね。あ、そうですよね。ですよね。この間ですね、なんと1週間前に織田信長の末裔の方と食事させていただいたんです。すごいですね。もう私にとったらジャニーズみたいなもんです。もう感動しちゃって、もう本当に一緒に写真撮っていただきまして、もうルンルンですよ。とぜひその写真もあの次回を見せ、おいおい、はい、ぜひ見せてください。おいおい、本当に感動でしたね。もう何としてでもお会いしたかったんです。へえ。私の中のアイドルって言ったら戦国武将なんです。すごいですね。でもう一人真田幸村の松山君もいらっしゃったんです。へえ。あと服部半蔵。ほう。忍者ですよの素晴らしい。ね、徳川家に仕えた、まあ、歴史の話になると長いのでここまでにしておきますけども、私にとったら本当アイドルの織田信長さんの末裔にお会いしたんですね。あのそういった漫画読まないんですか。あんまり読んでないですね。でどんな漫画ですか。なんかあの。なんだろう、最近は異世界に転生してみたいなやつが結構流行ってるんですね。SF なんかあの小説家になろうみたいなものがあって、そこでなんかライトノベルみたいなものを書いてるんですけど、それが漫画になるとかっていうケースが結構あってですね。なるほど、まあ、なんか連載してるやつとかを、まあ、暇つぶしに読んでる感じですね。それはネット LINE 漫画とかですか。ネットとか LINE 漫画とか、はい、いや便利ですよね。そうですね。私昔ね、こう見えてもね、漫画喫茶好きでね、暇さえあると漫画喫茶に3時間ぐらいいたんですよ。あ、で何読んでるかっていうと戦国ものなんですね。そうなんですね。歴史好きなんですね。あと島耕作シリーズとか。あ、なんか男性が読む漫画が好きで、なんか意外ですね。そうですよね。意外な一面、ね、はい、意外ですよね。ね、そうですよね。見た目女で中身男みたいな
ね、うん、その通りでちょっと絶句しちゃってました。温泉大先生の一瞬遅れましたけど、はい、別の一面見えましたね。ねはい、でも本当に漫画ってなんか日本の漫画って有名ですもんね、世界でも。そうですね。うん、はい、あの漫画でちょっと今出たんですけど、あの下呂温泉のポスターがですね、あの日清カップヌードルの劇画で有名な河野口栄作さんの絵なんですよ。有名なですから、ぜひねそういったものも今後皆さんにお見せしたいと思ってきます。でここで中田さんのお話いろいろ聞かせていただいたんですが、来週のちょっと宣伝させていただきたいと思います。来週はですね、人力車を、はい、人力車の会社をやっております佐藤勤さんがゲストになっております。今人力車の方でお寿司を食べながら人力車を引くという、そういった、事業に取り組んでいらっしゃる同じ袋グループ仲間にゲストとしてお話ししていただきますので、皆さんも楽しみにしておいてください。それは斬新なアイデアですね。もう浅草の人力車です、有名ですよね。そうですよね、はい、ということで皆さんそれも楽しみにしていただきたいんですが、はい、最後にエンディングの曲なんですけども、曲ははい、曲はあのみんなで合唱できる愛は勝つで先ほど小さな話、はい、愛は勝つですね、はい、それではこのさ歌を最後に、この番組終了とさせていただきますので、ここで皆さんにお挨拶したいと思います。それでは宮地デラックス袋の旅、来週もぜひこの時間でお待ちしております。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。